こんにちは、あいです。今日は頭の中に入っているものというお話です。私たちが幸せかどうかっていうのは頭の中に入っているものによると思います。例えば頭の中に幸せのもとだったり笑顔のもとだったりが入っていると自然と気持ちが落ち着いて笑顔になってなんか幸せそうな気分になります。逆に頭の中に不安や恐怖がいっぱいでこれからどうしようとかあの時こうしておけばよかったっていうような気持ちがあるとだんだん顔色がこう暗くなって眉間にシワが寄ってきてなんかこれから先が真っ暗なような気持ちになったりします。つまり頭の中に何を入れるかっていうのがすごく大事で、で頭の中っていうのは自分以外にはわからないのでその中に今暗い感じのものが入っているのかそれとも笑顔とか明るい未来とかそういう、 こう幸せのもとが入っているのかっていうのに気づいて、で幸せのもとが入っていたらもうその幸せな気分を存分に味わっていったらいいし、逆に暗いものが入ってるんだとしたら、あ、この不安は本当は 90% は起こらないんだっていうことで本当に必要な不安だけに気づいてその不安を解消するために動いていったらいいしっていうことを気づくことが重要なんじゃないかなと思います。頭の中に入っているものなのになぜかその不安な気持ちがどんどん膨らんできて自分がなんかもうこれまでの人生もこれからの人生も大変なことになるっていうふうに思って不安に押しつぶされそうになったりする時があると思うんですが、これはただ単に不安がふわふわふわっと自分の周りに広がってるだけなので、それを一旦回収してこの不安は本当に必要な不安なのかそれともただの、 不安が大きく広がっただけなのかということに気づいて不安ね、本当に必要な不安だけを選び取ってそれを解消するようにしたらいいんじゃないかなと思います。頭の中にあるもの意識してないとついいろいろ膨らんでくるので、楽しいことが頭の中に今あるのかそれとも楽しくないことが頭にあるのか時々頭の中をチェックして必要なものだったらそのまま置いて幸せ気分を楽しむ、不要なものが入ってたらえいって出してしまってで代わりに幸せのもとだったり笑顔のもとだったりを入れて毎日楽しい幸せな人生を生きていったらいいんじゃないかなって思います。ということで今日は頭の中に入っているものというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。